皆さんこんにちは、えー、コロナウイルスの脅威は日に日に増していますそんな中でも私たちの日常を守るために仕事をしてくださっている方々そして忘れてはならないのが、えー、最前線でウイルスと戦ってくれている医療従事者の存在です私たちが今すべきことはそれぞれが責任と優しさを持つことだと思います そういった行動が大切な人を守るることにもつながるはずです。そこでこの困難な状況をみんなで乗り越えるために、えー、今懸命に戦ってくれている人々に向けて夜8時に感謝の拍手をみんなで送りましょう。